こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F-35A ステルス戦闘機は、日本でも購入が進められ、各基地に配備されています。日本では人気の機体と言っていいのですが、実はこの F-35A ステルス戦闘機は世界各国ではあまり人気がないようです。つまりこの戦闘機の購入をためらっている国が多いというのです。その理由とは一体何でしょうか？簡単に言うと価格が高い、そしてレベルが下がるということでしょう。詳しく見ていきますね。それにしても外観は同じでも中身が違ったなんてこと、ほんと怖いですよね。アメリカは自国で使用している兵器と同等のものは輸出しないことになっています。ですから、目が飛び出るぐらい、常識外れな高額だとしても、スペックはアメリカより落ちるのです。例えば、アメリカの F-35A と日本の F-35A 戦闘機では、明らかに性能が違います。日本と韓国でもまた、性能や仕様が異なっているそうです。つまり国ごとにランク付けをしているんですね。でもアメリカと同じレベルかそれ以下のスペックぐらいなら十分と思われます。しかし現実問題として2ランクも3ランクもスペックダウンされたとなると、購入した側にとっては痛い出費になります。感情的にも、舐められてる、馬鹿にされてる。こんなに大金を払ったのに、面白くないと思うでしょうね。そして、肝心の戦闘機を組み立ててできる国も、数が限られているのです。日本は組み立てラインがありますから、その分、F-35A ランクとしては、上位に入るでしょう。ところが、日本で組み立てた1号機の F-35A ステルス戦闘機は不慮の事故を起こしてしまいました。青森県三沢基地沖の太平洋でパイロットと戦闘機の両方が消息不明となってしまったのです。かなり大きなニュースになった事故で、その直後、日本とアメリカの合同での捜索が行われました。結果として、パイロットは死亡、戦闘機は損傷したという事実が判明しました。つまり、いかに精巧なハイテク戦闘機であっても、事故は起きるということが知れ渡ったのです。この事故を教訓として、パイロットの安全と機体の性能アップを望みたいものです。さて本題ですが、ここに来て、ドイツが自国の戦闘機の選定に迷っているようだという噂が聞こえてくるようになりました。ドイツといえば、世界に名だたる工業先進国として有名だったはずですが、どうなっているのでしょう？それでは内容を確認していきましょう。2020年3月現在、日本はもちろん、西側の多くの国に採用されているのが、アメリカ製の F-35 ライトニング2戦闘機です。これは、注文数が4000以上の、いわばベストセラー機ですが、アメリカの第5世代戦闘機とされています。日本では、航空自衛隊が通常の飛行場から運用する A 型戦闘機の配備を
進めていますが、戦後初めて航空母艦への改修が話題になった護衛艦。出雲、加賀の艦上に搭載する艦載機としての運用可能な B 型戦闘機を海上自衛隊が購入するということが決定しています。このような動きの中で、ドイツの動きに注目したいところです。ドイツは、言うまでもなく、西側諸国の一国であり、ヨーロッパの NATO 加盟国の中心国でもありますし、EU の中心を担っている国でもあります。このドイツは、今のところ F-35 ライトニング2戦闘機の採用予定はありません。別の方法で第5世代戦闘機時代に対応するのではないかと推測されています。現在のドイツ空軍では、イギリス、イタリア、スペインの3国と共同開発したユーロファイター戦闘機、旧西ドイツ時代にイギリス、イタリアと共同開発したパナピアトーネード攻撃機を使用していますが、問題は後者の代替機と言われています。このトーネード攻撃機は1979年、昭和54年に本格的生産がスタートした機体です。初期に就役したものは40年以上のロートル航空機になっています。ドイツ以外に採用した国の中では、すでにイギリスは2019年に全機を退役させました。耐用年数が尽きたとイギリスは判断したのでしょう。ドイツにもトーネード攻撃機の耐用年数は分かっているはず。当然この代替機は必要ですから、選定作業は行われていると推測されるのですが、この先の第6世代戦闘機開発としてドイツとフランスが推進している FCAS プロジェクトがこの問題を遅らせている原因とも考えられているのです。 FCAS プロジェクトというのは、日本語で将来航空戦闘システムと呼ばれます。将来の戦闘機は戦闘機1機のみで機能するのではなく、味方戦闘機や無人航空機や地上のシステムと接続できるネットワークまでもを一体化して開発する必要があると考えられていますが、そのプロジェクトということになります。 F-35 ライトニング2戦闘機は日々更新されることによって第6世代まで対応が可能と言われていますが、 FCAS プロジェクトで開発中の戦闘機と F-35 の用途が重なるので、このプロジェクトは必要あるのかという疑問が生じる恐れがあると考えられているのです。そして、フランスとの FCAS プロジェクトで開発する予定の戦闘機を、ドイツがなぜ重視しているのかといえば、現在のユーロファイター戦闘機で実施されている自国内での生産や維持管理などの戦闘機製造技術を、国外へ出さず、国内で維持していくためと思われます。日本も似たような状況です。兵器を自国内で生産する能力等を維持したいと望みながらも、F2 戦闘機の後継機問題が解決していません。そんな日本の立場では、ドイツの心情は理解できるような気がします。しかし、日本以上に、ドイツの戦闘機問題が複雑の様相を呈しているのは、NATO 加盟国中の非核兵器保有国としてアメリカと締結された核兵器を
NATO 内の有事の際に共有するニュークリアシェアリングの義務があるという点でしょう。このニュークリアシェアリングの義務にのっとって、現在のドイツ空軍は、所有している一部のトーネード攻撃機に核兵器の運搬機能を付け加えています。つまり、この代替機を選定する際には同じレベルの機能が必要になるのです。ドイツが検討している戦闘機は2つ、既存のユーロファイター戦闘機、アメリカ製の FA-18EF 戦闘機ということです。この2つともに、ニュークリアシェアリングに必要な手続きの説明を、アメリカに求める動きを見せています。アメリカからすると、ユーロファイター戦闘機は、全くの想定外でしょう。自国製の FA-18EF ですが、国内で一部の戦術核兵器を運用していますが、果たしてドイツにも同じ対応をするかは不明です。そもそも、アメリカという国も製造元であるロッキード・マーチン社も、ドイツが F-35 ライトニングに戦闘機を採用してくれれば、自分たちにとって最も手間がかからず楽だと考えるでしょう。仮にドイツが F-35 ライトニングに戦闘機を購入すれば、フランスとの FCAS プロジェクトがどうなるのか心配されるポイントです。フランスは自国産兵器の使用にこだわり続けています。その名の通り、ヨーロッパで計画されたユーロファイター戦闘機計画からあっさりと手を引いたフランスは、自国のみで開発したラファールを主力戦闘機として運用しています。しかし、一国が自国のみで高額な開発コストを負担することになる。戦闘機開発を行うのは不可能と考えられています。ドイツとの FCAS プロジェクトが難航した場合には、フランスの今後にも大きな影響が出てくると思われます。